はい、皆さんどうもおはようございます。ケンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今俺はですね、ここは神奈川県藤沢市の国道1号線ですね、そちらの方を走行しております。今日はどんな仕事を皆さんにご紹介するかと言いますと、本日はですね、この藤沢から神奈川の東扇島ですね、そちらの方までパレット輸送になるんですけれども、2階ですね、往復する仕事を皆さんの方にご紹介したいと思います。まあ、とは言ってもね、なかなかちょっといろいろなこうコンプライアンスっていうんですかね、今流行りの言葉を言うとコンプライアンス的な問題もあり、もちろん荷物の方はちょっとね移すことはできませんけれどもね、今こうして動画の方を撮影しております。はい、昨日なんですけどね、私昨日、まあ一昨日なんですけど、出たのは一昨日なんですけども、私は東扇島の方からね、バスとあとは鉄道新幹線を利用しまして、宮城県の石巻市の方まで行ってきました。はい、まあ、石巻の方に行くことだけがちょっとね目的ではなかったんですけれども、石巻の方に行って、アートトラックのイベントですね、それに参加してきたって言ったらいいのかな、ちょっと参加とはまた違うね、それを観覧してまいりました。東北のみならず日本全国ね、さまざまな場所から有名なトラック、飾られてるトラックね、いろんなトラック、憧れのトラック、たくさんそのイベントの方にね来ていました。まあ、その動画ですね、後日紹介できればなというふうに思っていますよ。はい、まあ今日はね一応祝日なんですけども、まあ、祝日だから交通量が少ないですね。普段この1号線の藤沢のこの辺は、まあこの辺はちょっと信号機ないんで流れてるんですけど、この先ね、エネオスイングとか日野がある先あたりからはもう激混みです。今日はどうなんでしょうか、流れてるのかな無事にね。まあ冷凍品の輸送なんで、もちろん冷凍機の方はねバンバン回してますよ。ここのとこちょっと暑くなってきてね、温度管理しっかりしないと荷物の方が溶けてしまいますからね、溶けないようにしっかりと冷凍機の方を回しております。もう暖かくなってきたんで、俺も半袖でね仕事してますよ。長時間箱の中に入るときはね長袖着ますけど、だいぶ暖かくなってきました。昨日はもう20何度、3度4度ぐらいまで温度の方上がったんじゃないですかね。今日もご覧の通り晴れ渡ってますね。今日はね、新緑の季節ですね、緑が綺麗な季節になってきましたよ。はい、ということで今日もね無事に仕事を終われるように、安全運転安全作業、焦らずですね作業をしていきたいと思います。今日もね最後の最後までご視聴よろしくお願いいたします。
ね、首都高の湾岸線の方を走ってきまして、川崎に入って1個目の出口ですね、それが東大見島の出口になります。普段だったらね、激混みの時間帯なんですが、今の時刻8時ちょっと過ぎってとこかな。今日はスムーズです。スムーズすぎてあれじゃないかな、まだ荷下ろしの時間じゃないんじゃないかな、8時半とかからなんじゃないかなと思いますけど、荷下ろしする場所が、はい、ここ東扇島の出口ですね。まあ、東扇島よく自分の動画でもね、まあ、こっちの方ほとんどメインで仕事はし、仕事してるから、東扇島っていうよく地名が出てくると思うんですけど、この島はね、まあ ほぼほぼ物流の倉庫ですね。いろんな物流の倉庫が立ち並んでいます。まあ、一般扱ってる倉庫もあれば、郵便の拠点があったり、あとは冷凍ですね、冷凍の倉庫、冷凍品扱ってる倉庫もたくさんあったりします。まあ、運転手やってる皆さんだったらおそらく一度はね、来たことがあるんじゃないかなと思います。この東の島まで、でそこが信号機、その信号を私は右に曲がります。そうするとちょっと弾いていくとね、見下ろし先があるんですよ。この東扇島なんですけどもね、平日はご飯食べるスポットとか、あと弁当屋さんとか、ああいうキッチングカーっていうのがね、結構来るからいいんですけども、まあ、別にご飯に困ってるってわけじゃないんですけど、休日とかになるとね、そういうお店がやってないんで、ほぼほぼもうコンビニしかないです。この島はスーパーがあるわけでも何でもないんで、もうコンビニでご飯を食べるしかないですね。うん、トンネルをくぐって川崎の方までってなると、ちょっとね、トラック止めとく場所もないんですよね。だからいつもね、コンビニの方でご飯を済ませてる状態なんですが、だいぶその期間が長くなってきてるから、だいぶコンビニでもね、ご飯食べるのも飽きてきちゃいました。はい、ということでね、あとはこっちで荷下ろしして、違うところでパレットを積んで、また藤沢の方にね、戻っていくような感じになります。とりあえずは荷下ろし先の方に入ってって、この今積んでるね、冷凍品ですね、全部でパレットで16枚積みました。それを荷下ろししたいと思います。はい、はい、今ね、荷物の荷下ろしの方が終了しました。なんかね、最初着いた時、門が閉まってるって言ったら、なんて言ったらいいんだろう、あのシルバーの棒をね、入っちゃいけませんよみたいなのが閉まってまして、待てど暮らせど開く様子がなかったんで、中の方行ったら、あのリフトをしてくれる方とかがタバコ吸ってました。今日あるんですかって言われて、いや今日2回来るよって言って、今ね、荷下ろし待機時間もなく、まあちょっと開けてもらうのに待機したけど、待機時間もなく荷下ろしの方を終わらせてきました。あとはね、ちょっと違うところに行って、朝積み込みしてきた場所に今度パレットを持っていかなきゃないですよ。それを今度積み込んでいきたいと思います。はい、ちょっとバタバタしてますけども、今度はね、パレットの方を
ラックの方に積み込みしてきました。30枚だったかな、はい、ちょうどねパレットの積み込み先にうちのトラックの運転手さんも来てましたよ。なんかハンバーグかなんかをね張り切って下ろしてたです。ちょっとお手伝いしたかったけど、これも当日の仕事があるんでね、早々に出発してきました。はい、ということでこれは国道357号線ね、この国道ずっと繋がってくれりゃいいのにね。なんかところどころこうところどころっていうか羽田空港の先からこっちに来れないっていうね、ちょっと虚しいですよね。一回川崎の方に出ないと、こっちの方に産業道路出てこっちの方に戻ってこないとここには来れないっていうね、ちょっと不便な島ではあるんですけども東大海島ね、ということで、あーなんかいっぱいゴミが散乱してますけどもね、ちょっとなかなかな状況であります。はい、ということで一路またね神奈川の藤沢市の方に向かって積み込みですね。まあ午後1ってなってますけどどうなんでしょうか。ネットで受付してみる見たらもしかすると午前中積めるかもしれないんで、その時は午前中積みたいですよね。だからまあとりあえず近くに行ってからまたウェブというかなんていうかアプリの方からね受付して向こうからの指示を仰ぎましょう。はい、では一路向かっていきます。はい、積み込み先の近くに到着しました。またもやね、はい、ということでね午後1なんですよね。一応積み込み受付はしたんですけど午前中に呼ばれることはまずないとは思います。これで午前中いきなり入ってきてくれって言われてもちょっとカップラーメン食べてる間に呼ばれたりとか嫌だな。今日は新商品なんでしょうかね、これ日清食品どん兵衛さんの琉球そば、まあ、早期そばみたいな感じかな。それに磯辺揚げ、あとはフライドポテト、スケロク寿司、以上ですね。これが今日の私のちょっとトラックの車内汚いですが、今日の昼ご飯になります。ちょっとゆっくり食べたいと思いますよ。じゃあまた積み込み終わったらお会いしましょう。はい、もうトラック運転手あるあるですね、早く呼ばれたのはいいんですがまだ11時過ぎですよ。カップラーメン食べ終わったらちょうど呼び出しのメールがピコンって鳴りまして、ポテトも食べてませんし磯辺揚げも食べてませんし、で六寿司もまだ2貫とか言わないと2つしか食ってないっす。ということで住み込みに行ってまいります。はい、はい、今で2回目の積み込みちょっと噛んでしまいました。2回目の積み込みが
終わりまして出発してきました。昼前にね、まだ11時40分じゃないですか。午後1済みだったのに、まあありがたい誤算ってやつですね。はい、午後1だったんですが、昼前に積み込みの方が終わりまして、今こうやって出発してくることができました。しかしですよ、さっき買ったポテトがね、めちゃくちゃ冷えちゃって美味しくないです。こういう時って、まあ今止まったんですけど、ちょっとトラックっていう高い位置にカメラがあるもんでね、歩道をこう埋めてんじゃねえかっていう指摘がたまに来るんですけど、あんま来ないけど、こういう感じです。カメラが高い位置にあるから、どうしてもカメラの一番下のラインがね、上になっちゃう。ちゃんと歩行者さんが歩けるスペースはあります。ちょっと信号無視になりそうだったんで止まってはみたんですけど、ちょっと停止線で確実に止まってしまうと荷物の方が危ういなと思ったんで、ちょっと緩めな感じで止まりました。はい、ということで、またね、ここから神奈川県川崎市の東扇島の方に向かって走っていくわけです。あれですね、今日は休日なんで少しずつ車が増えてきました。さっきのこっちに積み込みに来る時も、国道1号線がね、結構混んでる箇所があったんで、どうでしょうか、反対方向はね、混んでなきゃいいですけども、すんなり向こうの方に走っていってね、バババッと明日も俺仕事なんで、もちろん明日に向けての積み込みをしたいところであります。はい、では安全運転で一路向かっていきます。はい、今ね、横浜ベイブリッジの上ですね、ちょうど大黒ジャンクションのところを走行しています。千葉方面向けですね、浮島ジャンクションから海ほたるにかけては大渋滞が発生しているようですよ。覚悟を持って皆さん、木更津方面ですか、向かってください。大変ですね、ハンドル握る方も、まあね、SNS ではよくレジャーっていう感じで頻繁に運転がどうとか書かれていますけどもね、まあ俺的な考えですけど、私的にはまあ結局ね、自分が仕事じゃないだけの話なんで、自分が仕事だじゃなかったら、ね、自分が仕事なだけじゃないですか、レジャーってこう言って、なんかね、いろいろそういう女優さんの方を揶揄するっていうのはさ、もし自分が休みだったら少なからずそれになる、そう呼ばれる人たちの仲間入りするわけで、だから俺はあんまり触れないです、そういうことに。じゃあどうでもいいのかな、自分の中でね。まあでも危ないなと思うことはありますよ、思うことはありますけど、それをわざわざこう文字とかにしてね、特定多数の人に見えるような状態にする必要はねえんじゃねえかなっていう感じはします。俗に言うこう写真とかまで載っけてね、晒し的な感じはあんまり好きじゃないな。まあ、一生懸命だと思いますよ、家族を楽しませるためにね、ハンドル握ってるわけですよ。例えば4人いたらね、奥さんがいて子供が後ろに乗ってたら、3人はペチャクチャ仲良く話しててもね、運転してる立場だから真面目に運転してるわけじゃないですか、ね、一番最悪なのは3人とも寝てしまっても運転しなきゃならないわけでしょ。状況で、まあ頑張ってると思いますよ俺は。
仕事してんのとほとんど変わらないぐらいの労力を使われてんじゃないかなっていうふうに思いますけども、はい、ということでね、東扇島の方にもう少しで入りますね。まあ印象特徴的ですよね、この島模様のあれはね、何なんでしょう、これサイロかなんかかな、こんな感じですね。大きな会社ですよここはね。なんていう会社でした、 JFE かなんかかな。ということで、あと東扇島もう少しですね。東扇島の方を降りましたら早速荷下ろしをしていきたいと思うんですが、まだ昼ですね。はい、昼なんで荷下ろしは午後1からになります。はい、ここから東扇島じゃない、これは扇島っていうみたいですね。はい、 JFE だったかな、なんかそんなんだと思ったんだけどな。よいしょ、ということで一路荷下ろし先入って少しね時間調整してましょう。午後1から荷下ろしの方頑張ります。はい、今ね2回目の荷下ろしが完了してきました。ということはね、今日はこれにて終了なんですね。あれ、あの今止まってる赤色の水戸の水戸ナンバーのボルボさんはこの間あれですね、なんかご挨拶いただいた方ですね。お飲み物もいただきました。頑張ってください。はい、今日も仕事してんですね。はい、ということで荷下ろしの方が無事に終わりました。はい、これから何をしましょうっていう感じですね。そっかそういや積み込みがあったんだ今日も。そうです、今日はね積み込みの個数が非常に少ないです。いつも当たり前に1000ケースとかあるんですけど、今日は300ケースぐらいで終わりだったような気がするな。よいしょ、はい、しっかり止まれは止まってね。よいしょ、もうちょっと、はい、ちゃんと止まった。はい、よいしょ、何も来てませんか。はい、来てないですね。今日の東扇島の中はやっぱり祝日ってこともあって静かなもんです。いつもだったらここずらーっとトラック並ぶんですけどね、今日は全然並んでいません。はい、ということでね、本日の動画、当日のお仕事ですね、当日のお仕事、神奈川県藤沢市の方から神奈川県川崎市東扇島の方に2回ですね、パレット輸送をするというような内容の動画になりました。はい、また皆さんね、YouTube の方でお会いできればなというふうに思います。ちょっとすごいとこに止めてんなこれいやいや、あ、会社名か、ミラーぶつけられるとか考えないのかな、怖くないですかね。はい、ということでね、また皆さん YouTube の方でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。